チンチラ。チンチラは、チンチラがチンチラ属に分類される、月詩類。チリコ有種。体長25から26センチメートル。尾長17から18センチメートル。体重420から600グラム。次回矢は長い。猛位は銀海色。標高400から1、650メートルの地域に生息する。産地の岩場に押す。 メスと子供が集まり集団生活をしている。食生は植物食で、草本、木本の根、苔などを食べる。捕食者は、クルペオギツネや、フクロールイブボマジェラナカスが挙げられる。妊娠期間は111日。1回に1から6匹、主に2から3匹の幼獣を産む。野生下での寿命は6年の例がある。飼育下での寿命は15年で、 20年以上に達することもある。滝木用の森林伐採、鉱石用の採掘、放牧による生息地の破壊、毛皮用の狩猟などにより生息数は減少している。ペットとして飼育されることもある。複数匹を同時飼育する際には命に関わるほどの喧嘩をする場合がある。また、威嚇のために米のぬかのような匂いを出し、さらに人間には 害はないがメスは威嚇のために、後ろ足で立ち、尿のようなものを飛ばす。オスより、メスの方が、体も大きく気が強い傾向がある。まさしく飼育された、健康なチンチラは10から15年、長ければ20年ほども生きる。リチャード・ゴリス飼育家のチンチラの一匹は25歳半まで生きたとされている。また27歳まで生きた例もある。チンチラは滅多に病気をしないが、 いざ病気となった際にチンチラを診察できる。獣医師は少なく、診察を断られることも多いため事前に探して置くのが望ましい。ペットショップではかなり早い時期から売られているが3ヶ月くらいで迎えるのがベストとされる。親の父を与えられた子とすぐ親から離された子では免疫力の差が大きい。湿気と温度変化に弱く、 チンチラにとって毒となるような野草であっても無警戒に口にすることがあるため屋内飼育が基本とされる。しかしチンチラは運動能力が高く体長2 0トルほどのチンチラであっても走る速度は人間の歩く速度よりはるかに速い。加えて成長したチンチラのジャンプは高さ1ル前後にも達するため狭いケージに囲っての飼育には向かない。 ケージ内だけではチンチラが必要とする運動量を賄えないと感じるなら、飼い主の生活する室内にチンチラを放して散歩させることができる。ただし、木製やプラスチック製の家具、本、壁紙、電気のコード類を好んでかじり破壊する。ケージ内に回し車やかぶり機を取り付けることで、チンチラのストレスをある程度解消してやることができる。回し車は、 チンチラの背骨に負担をかけないよう、直径30センチ以上のものが望ましい。複数のチンチラを同時に飼育する場合、特に複数のオスを同時に飼育する場合は、チンチラ同士の喧嘩を警戒する必要がある。喧嘩の程度や頻度は予想がつかないため、一匹につき一つのケージを用意し、普段はそれぞれの個体を別のケージに分けて飼育するのが望ましい。 同性の親子や仲の良いオスメスのカップルは喧嘩することなく一つの刑事で暮らすことができる場合もある。しかし、怪我や病気の際の隔離、連続妊娠、チンチラは出産と同時に妊娠可能であるため、出産の前後はオスメスのペアを別にしないと、出産で体力の落ちたメスが簡単なく妊娠してしまう危険があるの回避のためなどには、やはり個別の刑事が必要となる。 交配するとき気をつけなければいけないのは、メスは4ヶ月くらいから成熟期になるが妊娠するには、まだ早すぎる。9ヶ月以上5 5 0ム以上でないといけない。交配するとき必ずオスがメスより小さく、血筋を確かめ不正交互をまたは毛を噛んだりしないか、遺伝病を持っていないか、血子遺伝でないか、心筋交配になっていないか、劣性遺伝子同士でないか確かめる必要がある。 使ってはいけない例は、ブラウンベルベットとブラックベルベットまたは、ピンクホワイトとモザイクまたは、バイオレットとバイオレット、劣勢遺伝子同。この組み合わせでの交配は決して実施してはいけない。純粋なスタンダードグレートは7世代にわたって、血筋が100%、スタンダードグレーブリーダーにとっては、金とも言えるとのことである。ミューテーションを交配するときその家系のどちらかの親、または祖父か祖母に、 純粋なスタンダードグレーが入ることが血統の良い,いチンチラ。スタンダードグレーが家系にたくさんいるほど体は丈夫になれる。逆に二つのカラーを絶対に交配してはいけない。ミューテーションは生まれた時点でもう弱い遺伝子なのでカラー同士交配重ねるごと遺伝子は弱くなりチンチラは小型化していく。交配するとき厳しいセレクションが必要である。基本的には 夜行性であり、就寝中もわずかな物音で目を覚ますため、昼間は静かな環境が必要である。一方、夜は活発に活動する。なお、中には飼い主の生活サイクルに合わせて活動するチンチラもいるようである。睡眠時間は1日12時間ほどにもなるが、短いサイクルでの睡眠と覚醒を繰り返し、完全に安心しきっている環境以外では、 熟睡することはあまりない。体毛にはラノリンが分泌されるので、それを落とすために定期的な砂浴びが必要である。放置すると毛が固まって、ヘアーボールを作り、皮膚疾患や毛を飲み込んでの毛玉症の原因となる。乾燥した環境を好み、飼育時の温度は摂氏18度から摂氏23度程度が適しているとされる。高温にも低温にも弱く、 温度管理は重要である。摂取26度を超えたあたりから熱射病にかかる危険が発生し、冷房の風が直接当たるような寒すぎる環境では肺炎にかかる危険があり、共に致命的である。適温については諸説あるが、いずれにしても夏は高温多湿、冬は氷点下まで気温が下がることのある日本の気候の下での飼育には、 冷暖房の適切な使用が必須と考えられている。餌にはチモシー、大泡返りなどの稲科の牧草を主食として、アルファルファ、紫馬小屋シやチンチラ用に重宝されたペレット類を副食として与える。素食によく耐える生態であり、成長期と妊娠中を除けば、高カロリー高栄養な餌を与える必要は、ほとんどない。チンチラには、胆応がなく、 脂肪の分解能力に劣る。このため、高脂質な場合が多いウサギ、モルモット、ハムスター用の餌などは、代用にならない。また、ウサギ同様摂取も吸収も、生涯伸び続けるので、牧草のように葉を使い、飲み下すまでに十分な咀嚼が必要で、量を摂取できる餌を主食としないと、不正抗合のリスクが高まる。一般に知られる。 月種類の食の好みとは異なり、チンチラは生の野菜や果物に興味を示さない場合が多い。通常与える差としてはあまり向かないが、乾燥させたものは大胸喜んで食べるため、これらを少量、おやつとして与えることができる。必要性の是非はともかく、チンチラは甘いものが大好きである。油や塩分、多添加物を避ける意味から、人間用に加工や調理されていない。 ごく少量のドライフルーツ類をおやつとして与えることは、チンチラのしつけやコミュニケーションを取るための手段として利用できる。具体的には、マンゴー、パイナップル、バナナ、レーズンなどが定番である。チンチラは容易に変色するので、指向性の高いおやつを与えすぎると、普通の餌をあまり食べなくなってしまうようになり、間接的に不正候補発症のリスクを増やすことになる。 また、栄養の偏りによる脂肪肝をはじめとする内臓疾患や極端な例では甘いおやつの与えすぎが歯の薄く、虫歯を引き起こす原因となることもある。不正交合の発症は、主に普段の食事内容が原因と考えられている。小動物の不正交合は、治療が難しく、接触障害や口内にできてしまった傷からの感染症に発展する。 命に関わる深刻な病気だが、発覚した時点ではほとんど取り返しがつかない状態まで進行してしまっている場合が多いため、日々の観察と食事の管理は非常に重要である。なお、食生活に問題がなくとも、先天的に不正行合を発症しやすいチンチラがいることが報告されている。性質が遺伝すると考えられているため、そのようなチンチラは繁殖させないことが推奨れる。 運よく程度の軽い初期のうちに発見できた場合は、食事療法での回復も期待できる。しかし、重篤な場合は歯を削ったり、抜歯するなどの外科的な処置が必要となる。これらの処置はチンチラにとって大きなストレスであり、成功率も高くはない上、成功して以降も大抵は定期的に歯を削り続ける必要があるため、飼い主にとっても非常に大きな負担となる。 チンチラには、致死遺伝子が存在し、ベルベット同士または、ホワイト同士を交配すると25%が、ホモ接合型の遺伝子となり、流産、死産になる。従って、ベルベットとホワイトまたは、チンチラの濃い色のミューテーションショコラまたは、エクストラダークエボニーと決して交配してはいけない。ベルベットの遺伝子は濃い色のミューテーションに目で、見極められなく、 ベルベットであるかわからないので、ホワイトの遺伝子は、不完全優先遺伝子のためベルベットの遺伝子が多くの場合見つけれない、隠れて遺伝子として存在していることがある。血筋が分かっている場合は、交配可能である。チンチラに2つのベルベットの遺伝子または、ホワイトの遺伝子があると遺伝子型として生きられない。その結果メスには、ホモ接合型の赤ちゃんは生きられないので子宮の中で、 死亡して、流産になり得る。流産が出血を引き起こし、低体温症になり、手当が遅れる年に至る。子宮の中で死んだ子が排出できない礎になる。礎を外に出すには、帝王切開しか手段がなく、メスの生命に危険を及ぼす。もし子が、礎していることに気づかなかったら排血症になり、死亡する危う性がある。後輩は、遊びではなく、気軽にすることではない。 チンチラの各種類を守るためカップルにするにはしっかり勉強し厳しく念入りにセレクションしなければいけない。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。